か少年野球のそのイメージって、うん、親御さんも大変そうだなって思うんですけど。ああそうだね。だから当然毎日ね、あの親御さんが送り迎えでしょ、うん、だから今言ったようにボールを投げながら、はい、やっぱりお母さん、お父さん、うん、お母さん方と喋ってる時間のが多い。そうなんですね、うん、だから野球しかやってこなかったんだけど、うん、やっぱり野球で得たもの、うんうん、やっぱり野球の教育論っていうのは、はい、やっぱりねそういうのを伝えてるの。たかが野球なんだけど、うんうん、やっぱり相手の気持ちを考えてっていう、そういうことから入ってるな。野球教室開かれてると思うんですけど、はい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 、今見ていて、うん、あここの教室行きたいなって思う方たくさんいると思うんですけど、うん、どうやったらアクセスできますか？いやいやもうね、はい、こちらに、あこちらに連絡いただければ、わかりました。どんな方でもウェルカムだから、なので、ぜひ、うん、気になる方アクセスしていただければと思います。実際にこう親御さんから、うん、その広瀬さんになんか相談とかってやっぱ多いですよね、うん、あるある。あ、うん、うちの子供はちょっと気持ちが表に出ないんですよって、うんうんうん、でもそれはもういいと思って俺言うの、うんうんうん、これも俺の経験で、はい、みんなやっぱり性格違うじゃないですか、うんうん、で俺はどちらかというともうガツ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 行く方だったんだ、うんうんうん、でもねやっぱり一流になってる人たちっていうのは、うん、やっぱりどちらかといったらそうでもないんだよな。あそうなんですね、うん、下の静かなんですか、うん、どちらかといったらもう常にやっぱり平常心、うん、だからさ一郎、はい、昔で落合さん、うん、大谷君がホームラン打ったりキャンって、うんうん、失敗したりしたってもホームランってキュッなんてやってないでしょ。や見たことないですね。俺なんかお前数少ないホームランだからカーなんてやってたけどさ、あぶって三振したらバーンってこんなベース蹴ったりさ、ほんとマナー悪かったんだよ、だけど今の子供さんたちにはそうやってお母さんが、うん、うちの子供気持ちが前に出ないんですって、うん、いやそれは一つの武器だよっていうことに、うんうん、そうするとそういう俺はどちらかといったらやっぱりそっちの方がね俺いいと思う、うん、そうすると平常心っていうのが出てくるから、うん、だからそういうこともこう話したりね。へえ、うん、なんかすごくこう野球以上に人生のなんか、いやもうそうですよ、うん、もうそれしかないもん、うん、だから挨拶ができないから教えてくれますかって言うから、はい、バカ言ってんじゃないよって、うんうん、挨拶は親ですよって、うん、確かに、うん、印象に残ってるお子さんとかいます？見てきた中で。やっぱりねうちに来てる親御さん、はい、また子供は、はいはい、ほぼ不器用が多い、うん、へえ、うん、それはなんかなぜだろうとかって考えると、だから不器用っていうのは、はい、一流になる要素なんですよ、うんなんですね、うん、なんで不器用っていうのは一生懸命やるんですよ、はい、一つのものを、うん、そして当然ねお金をいただいて塾来るわけでしょ、うんうんうん、そうするとねやっぱりね一生懸命毎日毎日来るでしょ、やっぱ不器用な子が多いんですよ、だから一生懸命やるから、うん、そしてそこそこ上手な子すぐやめる、うん、もう自分で決めつけちゃうんですよ、ああできたとか、うんうん、俺できないとか、うん、だから俺がそうだったから、あ、うん、そうセンスで、センスだけでやってきたから、うん、だから不器用な選手っていうのは一つ掴むと、うん、それを維持する時間長いんですよ、へえ、うん、だから野球詳しくないだろあんまり、うん、我々の昔の時代だったら野茂って聞いたことない、 ありますこのピッチャーも、はい、そして大魔神っていうのが、うん、もう聞いたことある、おる、はい、ピッチャー2人とも、はい、うん、そしたら2人に共通してるのは何でしょうか、うん、はい、それはもう不器用ですよ、だから何が不器用だ、何が不器用、ピッチャー2人とも共通してるのピッチャー共通してる、うん、何だろう、そしたら、はい、ボール、はい、投げるのに、はい、球種ってあるんだ、うんうんうん、カーブとかスライダーとかは聞いたことない、はい、あそこはあります、ちょっとあるだろ、はい、でも2人に共通してるのは
2種類しか放れないんですよ。じゃあその2種類って何だと思う？ストレート。おストレートまっすぐ。まっすぐ。そう。野本大魔神って言ったら。なんだろう。得意技の？得意技。名前は野本さんと大魔神さん名前聞いたことあるけど。ボールがあってこうやって挟むんだ。っていうのはフォークボールっていうんだ。あ。うん、はい。そうするとまっすぐとフォークボールしかないんですよ。なんでこの2種類しかないのに、はい、世界で活躍したわけでしょ。だから自分は一生懸命もうそのことしかやんなかったっていう。だからもう不器用な選手は一生懸命それをやるから維持する時間が長くて、それが武器になるんですよ。はい、なんかこう武器とかあと個性って言葉とかにもなるんですかね。うん、そうなってくると。なんかこう野球一つとってもやっぱりこう人生というか、そういうものがやっぱ出てくるんですね。すごいなぁ。いや、なんか聞いてるとですね、なんか自分の人生相談したくなっちゃうぐらいです。いいよな、何でもしちゃうね。いいですか。もう何でも喋っちゃうよ。いいですか。なんかもう器用貧乏すぎて、逆に。性格一緒だね。本当ですか。俺も器用貧乏で、何でもちょこちょこはできちゃうんだけど。そうなんです。年下じゃないんですよ。そうか。仕事は？仕事はお笑いやりながら。だろ。はい、そしたらやっぱりまずは一つの武器を作るべきだな。だから俺はどちらかといったら野球で例えると、はい、バッティングはあんまり良くはなかった。プロの世界では。うんうん、でも趣味に関しては。絶対だったんですよ。だからまず一つのものを磨くっていう、のがね、一番近、まあ、近道って言葉はないけど、一つに絞って集中する。そう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 。だからそれを親御さんたちにも言うんだけど、やっぱり5科目あって、数学も英語も国語もって言ったらね、それ大変ですよって。0点でも英語だけはすごいって言ってさ、って言ってもなかなかね、そうみんなやっぱり点数がね、平均欲しいから。なんかいろいろお話を聞いていて、気になってるんですけど、広瀬さんの夢とか目標とかありますか？今でも追いかけ続けてるなんか。それはもう、やっぱりさ、なんで俺やってる今仕事って、未来の子供たちだよ。未来の子供たちに伝えてるわけでしょ。というとみんな子供たちに聞くと、中には一人二人は、一緒になりたいなんてさ、俺の野球教室に来てる子は一緒になりたい、おおいいじゃんいいじゃんって。でもほぼ今のところはみんなプロ野球選手になりたいって来てるわけ、そうするとさ、教える側が夢を持ってなければ、これから夢を持ってる子供たちに伝わらないんですよ。だから俺は常に夢持ってる。どんな夢を？いや、今のところはやっぱり俺が伝えてる子供たちは、やっぱり一人でも二人でも、やっぱりプロに、こう、行ってもらいたいなっていうのも一つの夢だし、そして、やっぱり、ちょっと長生きしたいな。長生き、おお。でもなんか、全然長生きされそうな、もうすごいエネルギー私も感じてますよ。だから、もう今のところはさ、根性だけで生きてきたからさ。だからこれからは、パソコンとかさ、パソコンだとか、もうちょっと考えなきゃいけないのかなっていう、その食事面だとか、なんで60年間一緒だもん。そうなんですか。やばいよ。食べてるものも、ね、大体も焼肉、肉、すごい、マジで中華、やっぱり寿司、まあ麺類、このローテーションだもん。いやすごいですね。私この年齢ですけど、焼肉ちょっときついですからね。はあ怒られちゃうなと思って。米は食べますよ。
けど俺もう60過ぎてもよく食うんだよ。いやそれはもう長生きしますよ。肉食わなきゃダメよ、はい、もうやっぱりパワーつけるために、うんうん、すごいパワフルですし、なんかもうこの先もどん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 すごい素敵な子供たちをなんか育ててほしいなってやっぱ思います。なんかこう今令和でこう失ってるものをすごく広瀬さんお持ちなんだろうなって今この時間すごく思ってるので、だからこそなんかこうたくさんの子供たちが集まってる、うん、だよね、はい、だから今言われたようにやっぱり今の令和、令和の時代にも当然俺も合わせていかなきゃいけない。だけどやっぱり昭和の、うん、やっぱりあの良き時代のこんなこともっていうのも今の令和の、うん、あの時代に伝えていきたいな、うんうん、すごいそれをなんかしてほしいなって私すごい思いましたし、うん、かそんなさ、うん、そんな企画で、はい、この中 YouTube 行きたいよね。あ、じゃあこれちょっと番組を通じて新しい YouTube 企画が立ち上がったりもしちゃうんですかね、うん、どうなんですかね。いやその昭和の時代を、はい、こう今の、うんうん、時代にこう少しでも入っていけるような何かをこう考えたいな、うんうんうん、あ、ぜひその時にはぜひまたご一緒できたら嬉しいです。はいはいはい、よいよいよ、はい、もう本当にあの令和のね時代をこうちゃんと学んでいこうっていう姿勢と、あと本当に大事なものっていうのを残してる、そんなね本日のゲスト様の広瀬哲郎さんに本日はお越しいただきました。本当にありがとうございました。おー、無理があるでしょ。まだ一歩ですね。はい、あ、先生、おい、おはよう。おはようございます。キリーキリー、はい、ね、お願いします。お願いします。着席。